guys, welcome back to my channel, Ms. Toxic here. 皆さんこんにちは、エミです。今日もご覧いただいてありがとうございます。さあ、今日の動画は、ざっと1年ぶりのルックファンタスティックアドベントカレンダーの開封動画、こちらやっていきたいと思います。ぶち上げていきましょう。ルックファンタスティックアドベントカレンダーですよ、皆さん。6年連続、毎年必ず完売するという超人気のアドベントカレンダーです。もう去年はかなり豪華だったんですけれども、今年の2021年のアドベントカレンダーは、誰もが知っている超有名コスメをはじめ、スキンケア、ヘアケア、ボディケアアイテムと幅広い美容アイテムが25個入った総額約6万3300円相当のめちゃくちゃ豪華な内容になっているそうです。で、これもう最初に言っちゃいますけど、6万3300円相当の25アイテムの合計がなんとですね、1万3000円だそうです。どうする？なんで冒頭で値段を言ったかっていうと、1万3000円っていうのを念頭に置いて見てほしいわけ、今日の動画。もうそしたらさ、いかにお得かがわかるじゃん。つうことでもったいぶらずに冒頭で言いました。今回もですね、皆さんと一緒に一つずつ開封していこうと思います。もうね、たくさんの方から、エミさん今年もルックファンタスティックのアドベントカレンダー開封動画お待ちしておりますという DM をたくさんいただきまして、待たせたなっていうことでね、今年もですね、私のリアルなリアクションをお楽しみいただけると嬉しいです。この動画の最後にこちらのアドベントカレンダーがさらにお安く買えてしまう超絶お得なお知らせがございますので、ぜひですね、皆さん最後までご覧ください。では、どうぞ。はい、というわけでまずはボックスのデザインから見ていきましょう。今年の2021年のアドベントカレンダーのデザイン、個人的にめちゃくちゃツボでございます。こちらでーす。めっちゃ良くない？去年はブラック、ゴールド、白のデザインだったんですが、今年はね、ご覧の通り、バーガンディですよ。今日はですね、メイクもこちらのボックスに合わせてみました。真ん中にはこうゴールドで、Look Fantastic 書いておりまして、表面にはね、もうおびただしい数の、LF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  っていう、ロゴがね、入りまくっております。はい、というわけで早速中身を開けていきましょう。こちらでーす。イエーす。照明が反射して見づらかったらごめんなさい。こちらでーす。去年とはまた全然違いますよね。すごくシックなんだけれども、やっぱり赤とゴールドと合わせることでクリスマス感がありますよね。はい、で、このように中には1から25の番号が振られている小窓があります。12月1日から一つずつ窓を開けて、最後の窓を開ける日にはクリスマス当日を迎えているというものですね。まあでも、みんなこれ届いた瞬間全部開けるやろ。はい、というわけでいよいよ開封していこうと思います。まずは1日。どこ？あった。はい、1日はね、大体ね、スペースを持て余すっていう。このようにちゃんと商品が個包装されているので、こう開けた瞬間にわからないっていうのもね、いいですよね。こういった乾燥剤が一窓ずつ入ってるんですよね。こういう気遣い嬉しいですよね。さあでは1日何が入ってるんでしょうか。持ってみたところチューブ。お、すごい素敵なパッケージよ。はい、1日はケイト・サマーヴィルのゴートミルクモイスチャライジングクレンザーです。はい、初めて聞くブランドですね。ゴートミルクってことはヤギのミルクですよ。こちらにはヤギのミルクの他にマヌカハニー、ホホバオイル、アボカドオイルが配合された保湿力が高いクレンザーだそうです。で、こちらメイクも落ちるそうです。マヌカハニー、ホホバオイル、アボカドオイルって私の好きなものばっかりですね。サルフェートフリーで敏感肌向けに作られているそうなので、今から使ってみるのが非常に楽しみです。はい、続いては2日。待って。アクシデント発生。これちょっと2日が2つあるぞ。一番下見て。
明らかに2つ2つありますよね。うーわ、これ中身はちゃんと違うといいんですけれども、本来はどっちが本当の2つなの？ちょっと調べます。はい、調べたところ、こちらは合ってるそうです。こちらが本来の2日だそうです。で、隣は本来ならば15日なんだそうです。ちょっととりあえず2日の中身が合ってるかどうかちょっと確認しましょう。はい、2日です。割と箱目いっぱい入ってますよね。合ってるといいんだけども。はい、合ってました。あ、これめっちゃ好きなやつやわ。はい、2日はカラーワオのスーパーナチュラルドリームコートです。これね、動画で今までご紹介したことないんですけれども、実は昔から愛用しております。こちらはですね、髪を乾かす前にスプレーすることで湿気による髪の広がりを防いでくれるというものなんです。シャンプーとコンディショナーの後、タオルドライした髪にこちらをムラなくスプレーしブローすると、湿気から髪を守る成分がドライヤーの熱で活性化され、最大72時間まで効果が持続し、なんとですね、これをして髪を洗った後も2、3回効果が続くという、すごいんですよこれ。これ私普段大きなサイズ使ってるんですけれども、いや、トラベルサイズありがたいわ。パッケージもメタリックシルバーでかっこいいですよね。もうマジで愛用してるアイテムなので個人的にめっちゃ嬉しいです。はい、次は3日。はい、箱いっぱいで細長いですけども、イラマスカ先輩でした。ちょっと箱から出しましょうかね。セッティングスプレーだって。え、イラマスカセッティングスプレーあるんだ。ちょっと箱から出しましょうかね。はい、というわけで3日はイラマスカのハイドラセッティングスプレーです。こちらはアミノ酸が豊富なエンドウ豆由来のペプチド配合で、肌に潤いを与え、メイク崩れを防ぐミストです。いや、このサイズ嬉しいですね。トラベルサイズですよ。ちょっとどんな感じかつけてみましょうかね。うん、すいません、ものすごいアグレッシブバッてきます。結構離した方がいいかもしんない。ちょっとね、乾かしてみたんですけども、肌どんな感じでしょうか。お、すごいすごい、メイクした上からなのにさ、肌がこう指にひっついてきますね。うわ、めっちゃ保湿されてる。これセッティングスプレーとしてはもちろん、乾燥肌の方は日中のミストとしても使えると思います。これいいわ、おすすめします。続いては4日、チューブかな、チューブですね、はい、はいはいね、コーダリー先輩です。はい、4日はコーダリーのワイノソース SOS ハイドレーションインテンスモイスチャライジングクリームです。長えわ。フランスはパリのスキンケアブランドコーダリーのアイテムです。こちらにはルリジサという紫科の植物のオイル配合で、極度の乾燥肌でもしっかりと保湿をしてくれるモイスチャライジングクリームなんだそうです。で、 SOS っていう言葉とインテンスって言葉が両方入っちゃってますからね。そら極度の乾燥肌にも効くでしょうね。私は極度でもないですけど乾燥肌なので使ってみるのが非常に楽しみです。続いては5日、これもチューブじゃないか。はいはいね、日本でもおなじみアベダです。はい、5日はアベダのボタニカルリペアトリートメントです。はい、こちらは髪の広がりやアホ毛を防いでくれる洗い流さないタイプのトリートメントだそうです。こちらは髪の広がりやアホ毛を防いでくれる洗い流さないタイプのトリートメントです。さらに髪を熱から守ってくれる効果もあるそうです。アベダは日本でも人気ですし、馴染みのあるブランドのアイテムが入っていると嬉しいですよね。続いては6日、めっちゃ目いっぱい入ってますけども、なんか多分ね、ペンシル系だと思う。細長いからね、箱に入ってるしペンシルでしょうね。はい、そうでした。はい、6日はデライラのリップラインロングウェアリトラクタブルペンシルです。はい、こちらはこういった繰り出し式のリップライナーですね。お色はバフというお色で、非常に肌なじみの良さそうな暗めのピンクです。で、こちらの下の部分にこういったシャープナーがついていて便利です。こちらはヴィーガンでパラベンフリーなので、敏感肌の方も安心してお使いいただけそうです。続いては7日、多分チューブ。このチューブを当てる率っていうのがね、ほぼ100ね。ほら、あ、
おもろ先輩じゃないですか。はい、7日はおもろビクザのリファイニングフェイシャルポリッシャーです。こちらはカルシウムとマグネシウムが豊富に含まれていて、古い角質や毛穴汚れを取り除いてくれるポリッシャーです。こちらに配合されているミネラルがお肌の深い層まで浸透し、マリンマイクロアルガが肌にツヤを与えます。円を描くようにマッサージし、エメラルドグリーンからグレーに変わったら2分おきぬるま湯で洗い流します。おもろ先輩はですね、ブダペストの高級スキンケアブランドですよ。これ30ミリなんですけど、これの100ミリ1万円しますからね。だからこれだけで3000円ですよ。いや、これありがたく使おう。続いては8日、これもチューブでしょ。ことごとく当てるっていうね。はい、チューブです。アナザーチューブ。あ、これ有名なの来ましたよ。8日はフィリップキングスレーのエラスティスタイラーです。これね、おそらくフィリップキングスレーで一番有名なやつですね。髪の広がりやアホ毛を防いで髪を強化しつつ、髪にツヤを与えてくれる洗い流さないタイプのトリートメントです。これのすごいところは、ストレートの人はより髪をまっすぐにしてくれて、パーマをかけている人はよりカールがしっかり出るっていうね。これすごいでしょ。マルチタスカーフォーオールヘアタイプ使えてますから、どんな髪質にも対応していると。私アホ毛すごいですからね、これちょっと使ったことないんで楽しみです。続いては9日、おっと小さいぞ。ちょっと待って、まさかの初、この髪以外にプチプチで頑丈に留められてます。壊れやすいもの、やっぱりアイシャドウ系粉物ですかね。いやー、スナーズ先輩。はい、しかも大ベストセラー来ました。はい、9日はナーズの大ベストセラー、ブラッシュのオーガズム入っておりました。これ嬉しいんじゃないみんな。はい、こちらですけれども、シングルシャドウと同じサイズかな。いや、これは嬉しいですね。オーガズムですよ。私も10代の頃から愛用している大好きなブラッシュです。で、これね、ちゃんとね、内側にミラーついてんですよ。嬉しいね。これだけで960円相当よ。ナーズのオーガズム入ってるだけで買うっていう人いるんじゃないでしょうか。それぐらい大人気のアイテムですよね。これは私もテンション上がります。続いては10日、あね、すげえ重いの急に。瓶なんだろう、ちょっと待って、もう見えてる上がキャンドルですけど、どこのだろう。嬉しい、リチュアルズだ。しかもピンクってことは桜やん。はい、というわけで10日はリチュアルズの桜キャンドルです。いや嬉しいわ。去年のアドベントカレンダーでリチュアルズの桜の香りのするボディスクラブが入っていたんですけれども、もうね、めちゃくちゃいい香りがしたんですよ。だからそれと同じ香りがするキャンドルってもう嬉しすぎ。改めて香り嗅いでいきましょう。あのね、桜かっつったらどうかわかんないですよ。個人的には桜ではない気がするんですけれども、それでもですね、めちゃくちゃいい香りがします。こんな香り部屋中に漂ったらどうしよう。これはもう本当にみんなに嗅いでほしい。続いては11日、小さな箱ですね。資生堂じゃん。今や世界の資生堂ですよ。資生堂も入ってんだね。あ、はいはいはい、これも大ベストセラー、一番売れてんじゃないですか。というわけで11日は資生堂のアルティミューンパワーインフュージングコンセントレートです。これはもうあまりにも有名じゃない。資生堂を代表する美容液、世界中で200以上のビューティーアワードを受賞した、もう世界的にも有名な美容液です。こちらが10ミリなんですけれども、これだけで3520円相当だそうです。いや、これはファンの方嬉しいでしょう。私実はアルティミューン使ったことないので、ちょっとね、使ってみようと思います。非常に楽しみです。続いては12日、まあチューブでしょうね。うん、チューブ、もうチューブ絶対当てる。はい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 、パーシー&リード。12日はパーシー&リードのワンダーバームです。
はい、こちらはロンドン発のヘアケアブランドパーシー&リードの洗い流さないタイプのヘアプライマーです。こちらは全ての髪質に適していますが、特に湿気によってうねりやすくなる髪質に最適だそうです。シリコンフリー、サルフェートフリーなので敏感肌の方も安心してお使いいただけそうです。続いては13日、雨？まあ、雨のわけはないですけど、めちゃくちゃ小さくない？何やら箱に入っておりますけれども、アイコニックロンドンや、ちっちゃかわゆ。はい、というわけで13日はアイコニックロンドンのイルミネーターです。はい、こちらはイギリスで一番有名なリキッドタイプのハイライターです。このように直接皮膚に垂らして使います。おお、すごないこれ。はい、広げてみましたけどめっちゃ綺麗じゃない？これ顔はもちろんデコルテに広げたらめっちゃ綺麗だと思います。続いては14日、細長い箱、なんだろう、マスカラ？あ、全然違ったわ。韓国コスメですよ。14日は AHC のリアルアイクリームフォーフェイスです。はい、韓国のスキンケアブランド AHC のアイクリームです。様々なビタミンやペプチドのブレンドでシワを目立たなくし、コラーゲン生成を促進し、目の下の皮膚をふっくらとさせてくれます。マイクロエマルジョンテクノロジーを採用した保湿フォーミュラで有効成分を肌に効率よく届けます。で、このアイクリームフォーフェイスってどういう意味やねんと思うじゃないですか。これはですね、目の下だけではなく顔全体に使えるクリームだからこういう名前にしてるそうです。私結構普段からアイクリームをほうれい線に塗ったりしているので、アイクリームとしてはもちろん顔全体に使ってみようと思います。はい、続いては問題の15日なんですけれども、こちらですね。はい、箱には2番と書いておりますが、中身は先ほど確認したところちゃんと15日の中身でございましたのでご紹介します。絶対チューブだね。今回ちっちゃめのチューブですけども、どこの何の、おー、レンですわ。はい、15日はレンのオーバーナイトグローダークスポットスリーピングクリームです。こちらは英国のスキンケアブランドレンのナイトクリームですね。こちらの 94% が天然由来成分でできていて、シミを明るくすることが臨床的に証明されているんだそうです。石油化学物質、サルフェート、パラベン、合成着色料、合成香料、シリコーンといった人工的な成分を使用しておらず、ヴィーガンでクルエルティフリーです。レンのスキンケア今まで使ったことあるんですけども、クリームは初めてだったと思います。肌にも優しそうなので使ってみるのが非常に楽しみです。はい、もう結構少なくなってきました。続いては16日。はいはい、16日はもう直入れスタイルで。ネタバレしております。16日はバブルティーのルバーブ&カスタードバスフィザーです。こちらは UK のバスアイテムブランドバブルティーのバスボムですね。開けて匂い嗅いでみようと思ったんですけども、もうこの時点でめっちゃ香る。美味しそうなね、甘い香りがしてますよ。コスメ、スキンケア、ボディケア、ヘアケアときてバスアイテムも入ってんのかっていう、これ嬉しいですよね。続いては17日、細長いなんか筒状ですけれども、今度こそマスカラ？フェイスミスト、ちょっと嬉しい。ディスワークスやん。17日はディスワークスストレスチェックムードマネージャーです。ディスワークスのストレスチェックシリーズは私も愛用しておりますけれども、私これのねロールオンタイプを愛用してるんですが、こちらはねスプレータイプですね。こちらですね、イランイランネロリパチュリのエッセンシャルオイルがブレンドされているんですけれども、その3つが合わさって癒されないわけがないわけですよ。イランイランネロリパチュリって癒し代表ですから、癒し3兄弟。空間にスプレーできますから、例えばオフィスでねちょっとこうリラックスしたい時とか、あとはこう飛行機内で寝るっつう時にですね、こうシュッてやるとね、まあ安眠でしょうね。あとはねピロースプレーとしても使えると思います。これ本当にいい香りで一瞬でリラックスできますのでおすすめです。続いては18日、ごめんなさい見当がつきませんけれども、ただ一つ言えることは重い。なんだ瓶？はい、クリストフ・ロビン先輩です。
っごい有名なやつね。うん。というわけで18日はクリストフ・ロビンのクレンジング・ピュリファインスクラブ with シーソルトです。これはねめちゃくちゃ有名だし、私も何度も使ったことがあります。こちらは UK のヘアケアブランドクリストフ・ロビンの大大大ベストセラーの塩カイエンが入った頭皮用スクラブなんです。でスクラブなんですけれども、びっくりするぐらい泡立つんですよ。まあ、塩ってねそれだけでデトックス効果がありますし、クリストフ・ロビンこだわりのカイエンを使ったスクラブなので、やっぱりそれでスクラブをした後の頭皮っていうのはかなりスッキリしますし、頭皮がスッキリするだけで髪にもこんなにいい影響が及ぶのかと、これでスクラブするたびに本当に思いますね。なかなかですね泡立つタイプの頭皮用のスクラブっていうのは日本で見つけにくいと思いますので、ぜひ皆さんにも試していただきたいです。続いては19日、うん、そんな予感はしていましたがまたチューブです。はい、ロディアル先輩です。しかもね超有名なやつ。19日はロディアルのドラゴンズブラッドスカルプティングジェルです。こちらは UK のスキンケアブランドロディアルの大大大ベストセラー、一番人気のアイテムです。これねなんでそんなに爆売れしてるかって、なんとですね塗るだけで肌を引き締め顔の輪郭を強調する効果のあるジェルなんですね。ドラゴンズブラッドと言われる抗炎症作用のある天然樹液を配合したジェルが肌の上に独自のセカンドスキンベールを形成することで肌を効果的に保護し赤みと炎症を和らげます。でそれだけではなくさらに小じわを目立たなくさせてくれる効果もあるそうです。ロディアルのこれはね数ある UK のスキンケアブランドの中でも特に有名ですのでね、それが入ってるツナかなりお得ですよ。はい、だんだんとゴールが見えてまいりました。続いては20日、飴、まあ、さっき飴かなって言ったやつはこうスポイトがねついてたタイプなので、今回もそうでした。20日はバイオエフェクトの EGF セラムです。はい、こちらはアイスランドのスキンケアブランドバイオエフェクトのセラムです。こちらはですねなんとアイスランドの30代以上の女性の4人に1人が使用しているという超大人気の夜用美容液なんだそうです。こちらはオールインワン美容液なので夜のお手入れはこれ1本でいいんだそうです。これねさすがオールインワンって言うだけあるなと思ったのが、これ一つで叶えてくれることがありすぎんの。潤い、張り、ツヤ、弾力、明るさ、透明感を与えてくれて、肌のキメを整え緩んだ毛穴を引き締め、乾燥による小じわを目立たなくし、さらに紫外線によるダメージにもアプローチしてくれると。オールインワンすぎんだろ。それ、ね、本当だったらちょっとすごすぎません？そら4人に1人使うわな。まあサンプルサイズなんで 2.5 ミリしか入ってないんですけれども、ちょっとそんだけの効果あるんだったらこれ少量でも使ってみるのめちゃくちゃ楽しみですよね。続いては21日。はい、これはもう絶対的にもうかけてもいいです。絶対ペンシルでしょ。これペンシルじゃなかったどうしよう。これはもう、はい、ね、そらそうやわ。21日はディエゴ・ダ・ラ・パルマのコール・カジャール・アイライナーです。こちらはミニサイズではなくフルサイズです。2219円相当するそうです。こういった便利な繰り出し式でお色はブラックです。こちらにはなんとビタミン A と E が含まれているんですって。アイライナーで私ビタミン A と E が入っているのってちょっとこれ以外聞いたことないですね。肌の上を滑らかに滑るんだけれどもそれでいて落ちにくくロングラスティングなんだそうです。しかも高発色で密着性がすごいと。ちょっとこれは実際に使ってみてウェアテストするのが楽しみですね。まあ黒いアイライナー使わない人ほとんどいないですもんね。こういう絶対に使うアイテムが入ってるのも嬉しいですよね。続いては22日、細長い、これも
あれかな、ミスト系かな。はい、当たりました。嬉しいわ。バランスミー22日はバランスミーのビューティースリープヒアルロニックミストです。こちらは UK のスキンケアブランドバランスミーの保湿用ミストですね。ヒアルロン酸とラベンダー、カモミール、フランキンセンスのエッセンシャルオイルと今注目の CBD オイルが配合された保湿ミストです。これね、安眠効果もあるそうなんですよ。バランスミーのミストは今までも使ったことがありとても良かったんですが、こちらは使ったことがないので今夜から早速使ってみようと思います。さあ、ついにやってまいりました、イブイブ。23日行ってみましょう。これもう最後のチューブかな。あの超高級なの来ました。23日はアバントのサンプチュアスグリコリックアシッドハンドバームです。これね、フルサイズですよ皆さん。50ミリフルサイズ来ました。こちらはグリコール酸配合のエイジングケアハンドクリームで、グリコール酸が肌に張りを与えて滑らかにし、さらにシアバターがくすんだ肌を明るくし、小じわも目立たなくしてくれるそうです。でね、私さっきも言いましたけど、アバントってどれもめちゃくちゃ高いんですよ。1万円以下のものはね、本当に少ないと思う。だってこれさ、一応ハンドクリームなんだけど、50ミリでいくらだと思う？まあ、高額なハンドクリームって言ったら、まあ、オルラーヌだとかシャネルとかね。まあ、7,000〜8,000円だと思うんですけども、これね、はるかに上回ります。これいくらすると思う？びっくりします。13,616円。ハンドクリームですからね。ねえ、そんなするんだからもう、絶大な効果が期待できますよ。なんかもうさ、これが入ってる時点でもう元取ってんの。このアドベントカレンダー。だってこれ13,616円で、アドベントカレンダー自体13,000円ですから、むしろこれより安いっていう、元取りすぎ。はい、続いてはいよいよ、イブです。24日。先ほど23日が最後のチューブかなと思っておりましたけども、まだあったわ。これこそ最後の最後の最後のチューブでしょう。最後のチューブは何なんでしょうか。傾向としては24、25はいつも豪華なんですよ。今年はどうなんでしょうか。ほら言ったじゃん、エレミス来たよ。はい、24日はエレミスのダイナミックリサーフェイシングフェイシャルウォッシュです。エレミスはね、絶対入ってると思ってた。ブリティッシュエアウェイズのファーストクラスラウンジのスパでも用いられているエレミスさんです。こちらはですね、酵素配合の洗顔料なんだそうです。こちらに配合されている酵素が肌表面の古い角質を優しく除去し、毛穴に詰まった汚れや汚染物質を捉えます。さらに独自のトリエンザイムテクノロジーとモリンガ、白トリュフのエキスが肌に潤いを与えながらキメを整えます。こちらは肌のくすみや色ムラが気になる方に特におすすめの洗顔料だそうです。いや、酵素とモリンガと白トリュフでしょ。白トリュフエキスが入った洗顔料は私は使ったことないですね。一体どんな使用感なんでしょうか。使うのが非常に楽しみです。はい、それではいよいよ来ました、最後25日。うん、あのね、25日はね、絶対に重いんですよ。あの、確実に瓶入ってますね。もしかしたら去年と同じブランドかもしれない。だったら嬉しいですよ。私そこのブランドの大ファンなんでね。ほーら、来た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 、エスパ先輩でした。はい、去年の2020年に引き続き、今年も大取りはエスパ先輩でした。最後25日はエスパのクリーン&グリーンデトックスマスクです。こちらもフルサイズ6120円相当です。はい、こちらはスキンケア用スムージーと呼ばれているエスパを代表するデトックスマスクです。植物由来の栄養豊富な成分がストレスを受けて疲労したくすみ肌に活力を取り戻してくれます。ブロッコリーシードオイル、スピルリナ、ケール、ほうれん草のエキスが肌にビタミン、ミネラル、オメガ脂肪酸をたっぷりと届けてくれます。わずか10分間のパックで肌が柔らかく明るくなることが実感できるんだそうです。いや、もうスーパーフード、これでもガッツぐらい入ってますから。私ね、前からエスパ大好きでいろいろ使ってきたんですけども、こちらは使ったことがなくて、ずっと気になってたので、
いや、今回これ鳥でもめちゃくちゃテンション上がりました。ということで25日は鳥にふさわしいエスパのスーパーフード、これでもかっつぐらい入っているデトックスマスクでした。はい、というわけで2021年のルックファンタスティックのアドベントカレンダー12月1日から25日を一気に開封しましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。いや、今年もすごかったね。6万3300円が1万3000円ってさ、心配になるよね。大丈夫かなっていう。でね、やっぱりこのお値段とこの内容の良さで、こちらのアドベントカレンダー6年連続毎年必ず完売しておりますので、今年も10月中には売り切れるのではないかと予想しております。ですのでね、もう売り切れる前の早めのご注文をお勧めいたします。去年は10月のね上旬に売り切れたんで、今年もね、まあ10月の半ばまでには売り切れると思いますね。なのでぜひ売り切れてしまう前にお買い求めください。63,300円相当の内容が13,000円になるだけで、もうだってもう5万円引きですからね。もうそれだけで十分激安なんですけれども、なんとですね、さらにそちらから2100円オフの1万900円で買えてしまうという、もう神がかったキャンペーンを実施中でございます。この超豪華なアドベントカレンダーを1万900円で買える方法は何かというと、アドベントカレンダーご購入時にビューティーボックス定期便に同時にお申し込みいただくと、アドベントカレンダーが2100円オフでご購入いただけます。以前私がビューティーボックスの4ヶ月分のレビューを行った動画、まだご覧になられていない方はこちらからご覧いただけますので、ぜひご参照ください。今回もまた専用の特別ページを作っていただいたので、そちらのページを用いて購入方法をご説明します。このようにアドベントカレンダーと定期便両方お買い物カゴに入れて、チェックアウト前に割引コードアドベントニューサブスを入力すると、お会計から2100円引きになります。すでに定期便をご利用中のお客様にはメールにて VIP 割引コードをお送りいたします。 VIP 割引コードは該当メールをクリックしてお買い物にお勧めいただいた場合のみ有効になります。アドベントカレンダーだけが欲しいという方は、このページからアドベントカレンダーのみをカートに入れてチェックアウトしていただければ大丈夫です。いや、今年も買いでしょう。素晴らしいですよ。だってコスメだけではなく、スキンケア、ヘアケア、ボディケア、バスアイテム、そしてリラクゼーションアイテムもありますから、もうこれいらないなっていうのはないですよね。こんだけのアイテムがあったら本当に生活がガラッと変わると思います。これは価値のある1万3000円だと思いますので、皆さんぜひですね、お早めに、売り切れる前にお早めにお買い求めください。この動画楽しかったよ、参考になったよ、アドベントカレンダー欲しくなりましたと思われた方はぜひ高評価をお願いします。そしてチャンネル登録がまだお済みでない方はそちらもぜひぜひお忘れなく。それでは皆さん、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Thank you guys so much for watching. I hope you guys liked it, and I'll see you in the next video. Bye.